皆様こんばんは。ようこそ聖霊とリバイバルの第10課に出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。お祈りいたします。天国の愛するお父様、今日こうしてここまで聖霊様のことを勉強して、そして今リバイバルのこと、聖霊の導くあなたがくださるリバイバルのことを勉強してます。今日はリバイバルの準備についてです。どうかこの顔を通して私たちをあなたに近づかせてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では第10課ですね。リバイバルの準備、リバイブルに関してこの第二歴代史7章14節はとても有名な箇所で、僕はこれについて何回かこのリバイブルの、メッセージを聞いたことがあります。第二歴代史7章14節、第二歴代史7章14節をお読みいたします。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。これはリバイバルの準備だと思いますね。この箇所にリバイブルは別にその言葉がないんですけれど、その意味は入っていると思いますね。こう私たちクリスチャンは自ら神を求めて、もう心を清めて、そしてひざまずいて祈ってへり下って、あ、神様リバイブルくださいという意味は入っていると思いますね。はじめにというところをご覧ください。リバイバルの鍵は何ですか？へりくだりと祈りです。この2つです。へりくだりと祈り。では、へりくだりは何ですか？リバイバルに関するへりくだりは、自分にリバイバルの力がないと認め、自分のプライドを捨て、神にリバイバルを求めることです。ね、自分に力がないと認めるね。リバイブルは人間の起こすものじゃないんです。リバイブルは神様のくださるものです。ただこの状態というか、このリバイブルのレシピですね、リバイブルの作り方のレシピに従っていけば、リバイブルは起こる、神様はくださるということになりますね。この次のパラグラフ、この箇所はリバイバルの準備を教えています。ではリバイバルが起こるため何をすべきですか？リバイバル欲しいですか？じゃあこんなことすべきですね。だからリバイバルはね、深いものですね。簡単に ABC、 じゃあ焼いてました、神様お願いしますね。ケーキ作るために小麦粉を入れて、卵にこう、僕ら よくわからないけれど僕は全然料理ダメですけれど、小麦粉、牛乳ですか多分、卵を入れて、味、砂糖、そうですね、砂糖をたくさん入れてこうやっているよって、これオーブンでもう混ぜてオーブンに入れて、よし出来上がりだ。これはリバイバルじゃないです、ね。まあレシピといってもまだまだ神様のくださるものです。もうちょっといい例は、こう有名なシェフのところに行って、シェフ様、私はケーキ、チョコレートケーキ欲しいです。材料を全部持ってきました。作ってくださいませんかと。どうぞこれをお願いいたします。私には料理下手ですから、先生の方はずっと上手だったから、お願いします。こっちの方はリバイバルの意味に近いと思いますね。リバイバルの準備ですね。
ですから私たちクリスチャンの責任はリバイブルの準備というもので、これこれしてへりくだって祈って、そして神様どうぞへりくだって祈ってます、どうぞお願いします、あなたはリバイブルをお願いいたしますということですね。ではローマ数字の1、私の名を呼び求める、呼び求めている私の民が自らへりくだりとまず書いてありますね。A、へりくだりがなければリバイブルは、起こらない。神の御前にへりくだり、御心のほか自分にとって意思がないと祈るべきである。宮川先生と聖書を翻訳して、この間僕は謙遜という単語で翻訳したギリシャ語の単語ですね。そして宮川先生は、いやこれはダメです、謙遜は大体口とか外のやり方ですね、へりくだりは心からです。だから日本人にとって店に入って、いらっしゃいませ、あとお客様こちらこちらへどうぞ、これは謙遜ですね。本気かどうか、店の方は心の中で、あ、この嫌なやつ先週来ましたねと思ってるかもしれませんね。へりくだりは心からです。ですから、新改訳聖書に謙遜という言葉はあまりないと思います。大体新改訳聖書の翻訳者は賢くてね、謙遜と訳せずにへりくだりと訳しましたね。でここもそうですね、へりくだり、A、へりくだりがなければリバイブルは起こらない。神の御前にへりくだり、御心のほか自分にとって意思がないと祈るべきである。有名な、19世紀の有名なクリスチャン、指導者ね、ジョージ・ミューラーは児童院を、始めていろいろ活躍してました。でジョージ・ミューラーの、御心を求める方法というのはありますね。その中でこういう言い方あります。 I seek at the first to get myself in such a state that I have no will of my own。 まず神の御心を求めるときは自分にはこれ問題に関して意思がないように努力します。つまり神様どうなってもいいです、私は行ってもいいです、止まってもいいです、ここに止まってそちらに行ってどっちでもいいです、神様何をしてほしいですか、私は何でもしますから、これでもあれでもします、どっちでもいいです、私にとってこういう態度です。これは御心を求める態度であり、リバイブルを求める態度であるんですね。私たちはよくね、神様に祈るときに、ああ神様どうしてもこれ欲しいこれお願いします、神様どうしてもこれがないと本当に困るからお願いします。これはジョージ・ミューラーの方法じゃなかったんです。ジョージ・ミューラーは、あ、神様僕にとって今の問題はこのままだったら僕は困るけど、御心なら大丈夫です、御心ならこのままでいいです、または、あ、神様そっちに行きたくないけれどでも御心なら喜んで行きます、これは正しい祈り方ですね。そしてそれは本物のへりくだり、自分に意思がないように努力しますね。私と家内はね、今家庭デボーションでヨナ書を読んでますねいやー面白い人物ですね、ヨナはね。まず神様から逃げましたから、じゃあ神の御心を求めていなかったんですね。そして神様はちょっと待ってよそして魚に、まあ、クジラに飲み込まれて、そして、その中でへりくだりました。ヨナはへりくだって、はい神様、ニネベに行くのは御心だったら行きますとやっと言うことできました。そして新改訳聖書の言い方では、クジラは彼を吐き出して、そしてヨナはニネベに行きましたね。そしてニネベはもうたくさんの人々はへりくだって、ね、悔改めてイエス様を信じました。でヨナは町の外に行って、
神様はまだまだ裁いてくださるかもしれないから待ってみようとね。そしてやっぱりヨナはいい態度じゃなかったんですね。でもニネベのリバイブルはヨナはへりくだってクジラのお腹の中でへりくだったことで起こりました、ね、神様ニネベに行ってもいいですという態度でしたね。 B ご覧ください。あ、そしてもう一つ言いたかったんですけど、私の名を呼び求めている私の民ですね。リバイブルは先週言ったようにリバイブルは神様のもので、神の信者で始まります。未信者で始まらないです。信者で始まります。自分の周りに丸を書いて、チョークで書いて、あ、神様この丸の中でリバイブルを起こしてください。自分でリバイブルは始まります。信者でね、私の名を呼び求めている私の民、これはイスラエルですね。あ、イスラエルは本当にもう何回も何回も神から離れてしまって、迷ってしまって、そして神様からの罰があって、バビロンに、運んでいったり、いろんな罰があって、へりくだりはなかったんですね。ああ、神は言ってます、私の民イスラエルはへりくだりならその国を直そうですね。イスラエルという国を直します。もうしなかったから、いろいろひどい目に遭いましたね、イスラエルはね。じゃあ B 見てください。へりくだりの説明。私は小さい、神は大きいである。これだけでいいです。私は小さい、神は大きいである。家内の横浜で教えた、婦人英会話を教えた婦人の一人は自分の宗教を作りました。自分の亡くなったお父さんを神様にして拝んでました。かわいそうな人。そしてお父さんはもし今お話できるとしたら、地獄から、多分地獄からね、ああやめてください、誠の神を信じてくださいと言うかもしれませんね。神は大きい、聖書の教える誠の神はものすごい方です。本当にものすごい方ですね。旧約聖書の詩篇の中で、あなたの恵みは空のように高いと言いましたね。そして空を見れば、夜空を見て、見ることできる星を見るとすれば、ものすごく遠いところです。だったら神様はすごい方です。そんなにもう素晴らしい大きい神の御前に、おい神、こんなことやってくれと言っては本当にずうずうしいですね。へりくだり、これは大事です。1、エズラはこれに金がついてリバイブルを求めた。エズラ9章開いてください。エズラ9章1節より6節までお読みします。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて、衣を次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジ人、エプス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき、国々の民と縁を、断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族が、これらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちが、この不審の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。
捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。夕方の捧げ物の時刻になって私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神主に向かって手を差し伸ばし祈って言った。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの戸川は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。この後エズラ書の中でリバイブルは起こりましたが、これがその始まり。エズラの態度、エズラのへりくだりはそのリバイブルの始まりです。これをちょっと考えると、エズラはすごいことしました。まずその罪深い、自分のエルサレムの罪深い状態を聞いてものすごくショックを受けましたね。そのショックを受けて、まず服を裂いてしまいました。これはその当時の瞬間でしたね、習慣。悲しい人はこう服を裂いてしまいますね。そしてある時は灰を頭の上に置くんですね。もうこれだけじゃなかったんです。彼はひげを引っ張って引っ張って、それから髪の毛を引っ張ったんですよ。引き抜いてしまいました。これは相当 の悲しみ、もうショックの、印ですね。それから色が失ってしまいました。それショックの一つの印でしょ。真っ赤が真っ白になったということです。その場で座ったんです。それいつ起こりましたか。これは朝でしょ。いつと書いていないかもしれないけど、とにかくね、夜まで、夕方の捧げ物の時刻まで、その時まで何時間も私は気を取り戻しと書いてありますね。やっともう真っ白です。何時間も真っ白座ったままです。エズラね、バビロンから帰ってきたばかりです。バビロンに行って、イスラエルなら大丈夫だと思ってましたね。イスラエルのみんなはいい人だから頑張っていると言いましたね。でやっとね、ちょっとエルサレムから良くない知らせが来て、じゃあ僕はイスラエルの指導者の一人として行ってみた方がいいかなとエズラ思って、王様から許可を、ね、お願いしました。王様、ちょっとエルサレム行ってみたいですけれどと、じゃあどうぞとね。そして実際に行って自分の目で見ると本当に罪深い状態でした。でそれでショックを受けました。今の日本の状態考えてみると、ショックを受けて、罪深い国だと。今のアメリカの状態を考えてショックを受けるべきですね。先週アメリカの都ワシントン DC の、市長は、そのワシントン市の会議の決断に、署名しました。何の決断かというと、ホモセクシュアルの結婚はできるということですね。で、これは道徳的に正しいとみんなの前で言いました。何のことですか。本当に罪深いですね。皆さん、この私たちの国は罪深いです。本当に悲しむべきです。どこまで向かっていますか、ね、お金ばっかりですね、今の時代はね。悲しむべきですね。私たちはそういうふうに減り下るべきだと思いますね。 B の2、バプテスマのヨハネも減り下っていた。
ヨハネ3章30節開いてください。まあ、聖書の中でこういう例たくさんありますけれど、聖書の中のへりくだりね、よくありますけれど、30節ご覧ください。これは短い説ですけれど、すごいです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。私たちは自分が盛んになってほしいですね。ね、ああ、みんな僕褒めてくれれば。ね、ああ、みんな僕のもう素晴らしさを認めてくれればと、私たちも思ってます。でも、ヨハネはそうじゃないです。ヨハネは あの方は盛んになり、イエス・キリストは盛んになり、僕は小さくなりたいです。衰えなければ なりません。考えてみるとね、これはすごいへりくだりです。その時までヨハネは一番人気でした。もうエルサレムから何千人も集まって、1万人も集まって、そしてヨハネの面白い話を聞いて、その説教を聞いて、たくさん悔い改めてましたね。そして大人気ですね。もうみんな集まって、あヨハネ、あすごい、あヨハネサインしてくれますか、お願いしますとね、今 あの映画俳優みたいな人気でしたよ。そしてある人は、おいヨハネ、メサイアですか、ヨハネこそ、約束されたメサイアじゃないですかと。いえ、私じゃないですと、ヨハネはへりくだりましたね。あの方は盛んになり、イエス・キリストは盛んになり、私はこれから消えてしまいます。バプテスマのヨハネ、僕は消えてしまう、これからいなくなるんですよ。そしてその後ヘロデに、ヘロデを批判して、ヘロデに逮捕されて、刑務所に入って、そして、ヘロデ の新しい奥さんの娘さんは踊ってくれて、そして何か欲しいですか、バプテスマのヨハネの頭、そして頭をね、首を切ってしまいましたね。ヨハネはいなくなりましたけれど、本当にへりくだってました。私もその真似すべきです。皆様も、これを聞く皆様も、ああイエス・キリストは盛んになり、私は衰えなければならないです。こうなったらリバイバルは来るでしょう、ね、C、 1の C、 自分を忘れ、失われた人たちのことを泣くべきである。詩編126編、詩編126編5節と6節これは僕の祖父の一番好きな箇所で、聖書、アメリカの子供たちはね、聖書の後ろをサインしてくれるように願うんですよ。その時祖父はいつもサインした時にこの箇所を書きました。お読みします。詩編の、126編5節6節、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。行く時は泣きます、帰る時は喜びます。アメリカの一人の牧師は若い人と、若い信者と、個別伝道しに出かけました。そしてその若い人は、よし頑張ろう、たくさんの人イエス・キリスト様に導きましょうと大喜び出てきました。そして初めての家ノックしました。そして出てきた主人様に、はい、悔い改めなさい、イエス様を信じないと地獄に行くぞとね。そして相手は、なんだこのバカで、でドアを閉じてしまいました。それで車に戻って、若い人は泣き出しました。ああ先生どうなりましたか、人をイエス様に導きたいんだけど、おうこういう、うん、ひどい目に遭いましたと。そして牧師は言いました、お前の問題は
詩編の126編の逆でした。お前は喜びながら出て行って、泣きながら帰ってきたでしょ。人の魂は地獄行きのということは喜ぶことじゃないです。悲しいことです。だから悲しみながら、人はもう地獄行きだから悲しみながら出ていけば、そして人に証しするときは本当にその人の心を愛しているその態度でいけば、人は救われて帰りは喜びですと言いましたね。どんな涙ですか。一回エホバの証人の方にお話しして、そしてこの箇所を言った時、エホバの証人の方、ああ分かるよこの箇所、僕は本当に伝道は とても辛い時あると。そんな意味じゃないんです。人の心を愛してるから悲しいです。人は地獄行きだから悲しいです。これは本当の意味です。エホバの証人は地獄なんか信じないんですから、これを理解することできないんですね。泣きながらね、自分を忘れ失われた人たちのことを泣くべきである。これはノーマル、これは普通のクリスチャンのあり方です。全然伝道しない、平気で誰にも証ししない、愛する人はこう死んでしまってもいいと、まあ愛する人は地獄に行くかまあわからないという態度は正しいクリスチャン態度じゃないですね。じゃあローマ数字の2ご覧ください。祈りを捧げ私の顔を死体求め、これは第二条件ですね。第一条件はへりくだり、第二条件は祈りを捧げ神の顔を死体求めることですね。これはね、ヘブライ語の死です。だからパラレルで言うんですね。言って一回祈りを捧げと言って、それから言葉を変えて同じ言葉を言ってる。私の顔を死体求め、これは同じことです。祈りを捧げることと神の顔を死体求めることは同じことなんですけれど、神の顔を死体求めるという言い方の方は強いです。ちょっと私たち祈りね、ちょっと軽く考えてしまいますね。食事の前に、じゃあお祈りしますとね。いや、神の顔を死体求めるというのは深い方ですね。本当に深く神を求めてますね。A、リバイブルの祈りは神の御顔を死体求めるためである。エレミア 33-3。これを先週も読みましたが、とても大事な箇所ですから、今週も読みたいと思います。エレミア33章3節。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない、理解を超えた大きなことをあなたに告げよう。だから、なんで知らないんですか？神の顔を求めているから、神様、本当に神様やってほしいなら、神様どんなことをやってくださるかわからない、ね、もう自分の心を決めた、もうこうなってほしいと思って神の御前に行く人はやっぱり違うんです。本当に神の顔を死体求めていないんです。神の顔を死体求めるものは、はあ、神様リバイブルをお願いいたします、どういう形でもいいです。あなたはなさってください。私は分からない。ああ、神様やってください。これは正しい祈り方です。リバイブルだけじゃなくて、いろんな時に正しいですね、この祈り方。本当に神は決めてくださる。私は聞いた令和ではね、ある子供は病気になりました。そしてお母さんは、祈りました。ああ神様、この子供は死んでしまえば許せない、どうしてもこの子供を生きてほしい、神様は絶対にこの子供を癒してくださいと祈りました。そしたらその子供は治りました。しかし子供は大きくなると殺人犯になりました。人殺して
死刑にされました。そのお母さんはそれを知ってたなら小さい時に死んでもいいと神様に言ったかもしれませんね。これは難しいことですけど、神様に任せてもいいという気持ちです。神様は決めてもいい、僕はそこまでの知恵がないですから神様決めてくださいと、こういう態度ですね。 B、 2の B、 信者は神の顔を下に求めている印はいくつかある。本当に神を下に求めてますか。じゃあまず1、神に近づいている。ヤコブ書4章8節、ヤコブ書本4章8節、お読みします。神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の者た人たち、心を清くしなさい。じゃあ神に近づきなさいというのはどういうことですか。子供みたいですね。子供はお母さんの近くにいたいでしょ。子供はね、ママと一緒に寝たいです。子供はママと一緒にお出かけしたいですね。私たちは毎日毎日神に近づきたいならね、これは神の顔を下に求めている印ですね。だから どうすれば神に近づくことできますか。これやっぱり聖書の真理を知ることによって、聖書の中で神様の顔を、神様の在り方、神はどういう神かと知ることができますね。だから聖書を読んで神は愛ですと読むと、ああなるほどね、これで神に近づくことができる。聖書を読んで聖書の中で神は、聖なる方であると読むと、ああなるほど、清い生活しないと神に近づくことできないね。イエス様の人生で一つ興味深い事件は、弟子たちの足を洗った時ですね。弟子たちの足洗った時、なぜ足だけ洗いましたか。僕の、牧師だった父によると、弟子たちの足だけ洗ったのは体全身洗わなくてもいいです。もうイエス様を信じているからもう清いですけれど、足だけというのはこの世に出て行って仕事したりショッピングしたりね、買い物したりして、いろんなところに行って人に会ったり、目でいろんな恥ずかしいことを見たりして、家に帰るとちょっと足ぐらいは汚いですね。汚れてるね、霊的に汚れてる足ですね。ですからそういう時もう神様に祈って、あ神様これこれ見たから清めてくださいとね、そういう祈り方ですね。これは神に近づくことですね。2、心の中で御言葉を大事にしている。心の中、口だけじゃないです、心の中で。ヨブ書23章12節、ヨブ書23章12節ですね。お読みします。12節、私は神の唇の命令から離れず、私の定めより御口の言葉を蓄えた。私の定め、これは私の日ごとの糧と訳する翻訳もありますね。この私の定めといや、僕が決めたことというような考えですけれど、私の定め、その私に決まったこと、私のために決まったこととかね、どう訳しても僕のすべてより神のすべては大事です。神の唇から出る御言葉ね、聖書、聖書ですから、聖書を大事にしないクリスチャンは決してリバイブルを見ることがないんです。で皆さんも私もそうですけれど、時々ね、聖書を読んで、
義務として読むことあるでしょ、じゃあ今日もいいクリスチャンになりたいから、じゃあ聖書を読みましょう。聖書を読んでね、一回カウンセリングした、方ですけれど、この方は、入院して聖書を2回通読しました。しかし神様にあまり近づいていないような気がしました。どうすればいいです？聖書を読むことだけじゃなくて、聖書の中に描いているイエス・キリスト様との歩みを深めることなんですよ。聖書を読むことだけだったら誰でもできる、ね、読んでどうなる？いや別にいいです。もうその聖書を書いた神様と共に歩むべきですね。義務として義理としてじゃなくて、本当に神に近づきたいから聖書を読みましょう。この3、リバイブルが起こるように祈っている。神の顔を主体求めてますか？じゃあ神に近づいている。そして心の中で御言葉を大事にしている。そしてリバイバルが起こるように祈っている。この3つのことはその印だと思いますね。C、2の C、もう一つの聖書の中のリバイバルですね。ヨシア王の時代のリバイバルは、御言葉を見つけ出し読み従った時に起こった。第2列王記22章、第2列王記22章8節から13節まで、ちょっと長いですけれど、これは本物のリバイブルですから読みましょう。全部22章の8節から13節までお読みします。その時大祭司ヒルキヤは、初期、ジャファンに、私は王の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。記者シャファンは王のもとに行って王に、報告して言った。しもべたちは宮にあった金の箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げて言った。祭司ヒルキヤが私のに一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じて行った。行って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されていると通りに行わなかったため、私たちに向かって、燃え上がった主の憤りは激しいから。ここまでですね。聖書を見つけて、もう前に全然無視していた。その存在も知らない。そして初期はこれを受けて、ね、祭司は見つけて、初期は見て、これなんだろう、あ、神の律法か。こんなもので、じゃあこれ王様に持っていこうと、ヨシア王様に、持っていきましたね。そして王様はこれを見て、これを聞いて、ああ、私たち大変だ、ああ、罪を犯してます。そして減り下り、神の顔を主体求めました。この聖書に書いてある、立法に書いてある通りにしましょう。そうしないと神様怒ってます。と。これで、リバイブルの原因ですね。原因というか、始まりですね。そして23章の1節から4節まで。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および
下の者も上の者も全ての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、その書物に記されている、この契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。それから王は大祭司とヒルキヤと、自責祭司たち及び入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの世でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。偶像のもの全部出しました。もうびっくりします。神の宮の中に偶像のものあったんですね。それを全部出してね、私たちも心から全部出して神様の御前にへり下り、リバイバルを求めましょう。ローマ数字の3、その悪い道から帰るなら、その悪い道から帰るなら、リバイバルを求める信者は自分一人になり、すべての罪を神に表して悔い改めよ。信者も悔い改めるべきでしょ、ね、信者も悔い改めましょう。私たち救われるために悔い改めなければならないね。ヘブライ書、ヘブル書6章1節と2節によると、悔い改めて、まあ、改心と信仰と書いてありますけれど、実は、まあ、悔い改めと同じ、言語。私たちは悔い改めるべきですね。22ページ。ヨシアは御言葉を読み、それに従い、すべての偶像を破壊した。同じ、箇所ですけれど、4節から15節まで、まあ今4節読んだだけでもう分かっているでしょう。その、こう、全部壊しましたね。4節読んだばかりで、5節からちょっと読みたいと思います。彼らはまた、ユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで功を高かせて、この聖書の中で高きところというのは偶像を拝むところです。偶像に使える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に功を高く者どもを取り除いた。彼はアシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外キドロン川に運び出し、それをキドロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。さらに、それはね、偶像は死んだものだという印ですね。さらに彼は主の宮の中であった中にあった神殿、断所の家を壊した。そこで女たちがアシェラ像のための、覆いを追っていたからである。もうずっと15節まで読む時間がないですけど、ぜひ自分で読んでください。もうすべてダメなものを壊しました。すべて罪を心から追い出しました。これはリバイブルの状態になることができますね。リバイブルの条件の一つですね。悔い改めることね。第2歴代史7章14節、その悪い道から立ち返るなら、罪の心の中で罪を抱く者はリバイブルを見ません。そういうクリスチャンいるでしょ。もうずっと平気なクリスチャン生活をやっている。あまり真面目じゃないクリスチャン生活ですね。これはいけませんね。本当にリバイブルを欲しければ、心からね、悪いものを全部捨てるんですね。悪い、テレビを見ない。
悪い言葉を使わない、悪い漫画を読まない、悪い映画を見ない、悪い、ところに行かない、ね、本当に心から悪い考えを出す、これはリバイルの条件の一つですね。 C、 神と信者の間の壁を作るものは1、偶像。神より何か大事にすること、これは偶像というのは聖書の中でこのコロサイ書3章5節は非常に興味深いです。この箇所を読むと、ああじゃあ偶像は何か石でできたもの、金で銀でできたもの、あの木材でできたものだけじゃないとわかるでしょう。偶像は心の中のものですね。3章5節、コロサイ書3章5節、ですから地上の体の、諸部分、すなわち、不貧困、汚れ、情欲、悪い心も、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりはそのまま偶像礼拝なのです。むさぼりは偶像礼拝というと、神様より何か欲しいという意味ですね。神のものより他に何か欲しいです。これは偶像です。別にもう仏像を建ててそれを拝むことだけじゃないんですね。神社に行って神社のものを拝むことじゃないんです。それだけじゃないんです。それは非常に悪い偶像ですけれど、本物の偶像は心から、心の中で 何か貪っていると、これは偶像ですね。2、心にある罪。イザヤ書59章1節と2節、イザヤ書59章1節と2節、見よ、神の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の民、神との仕切りとなり、あなた方の罪が御子顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。だから一つ の、 あの祈りの邪魔者は、もう一つは、あの心にある罪です。それは神との間の壁になりますね。3、他人に対する罪。マタイ伝5章23と24節、他人に対する罪、自分の心の中の罪だけじゃなくて人間関係の罪ですね。マタイ伝5章23と24ですね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物をそこに、祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。じゃあ兄弟姉妹と仲良くないなら、人間関係の問題あるなら、神様は祈りに聞いてくださらないんです。神様は献金のお望みにならないんですね。ローマ数字の3の D、 結果、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そう。これはリバイバルですね。結果は何ですか？1、この彼らの血の解釈はイスラエルである。2、私たちにとってこの血の応用は教会、家族である。リバイバルはどこに行きますか？今はまあ私たちの応用ですけれど、本当の解釈はイスラエルなんですけれど、自分にも応募してますね。教会、家族、また国も言えると思いますね。じゃあまずへりくだり、それから祈り、それから悔い改め、心から罪を出す。そうすれば結果は出ます。神は親しく天から聞いて罪を許し私たちの血を癒そうね。最後に、リバイバルは主権の神が与えてくださるものです。信者は勝手に、リバイバルを
起こすことができません。しかし我々信者はリバイブルの準備を真面目にし、祈ればリバイブルは起こるでしょう。ただ私たちは準備してます。心の、準備はしてますか？リバイブルの状態になってますか？リバイブル起こることができる状態になってますか？なってほしいですね。お祈りしましょう。天国の愛するお父様、どうか私たちはへりくだり祈り、悔い改めるように、ぜひ導いて力を与えてください。この教会に、私の心に、この国に、リバイブルを与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとう。